このモンスターはオベリスクの巨神兵のように見えて、オベリスクの姉だと。何？姉、つまり格上の存在、ラーの翼神竜ゴッドフェニックス。はあ、感染者対策の専門家。はあ、俺たちは仲間だぜ。はあ、ラーの翼神竜ゴッドフェニックス。はあ、何？はあ、また会えるぜ。つまり俺がラーの翼神竜を手に入れれば、この二人は再会できるということか。ならば引くしかあるまい。オベリスクの姉、ラーの翼神竜ゴッドフェニックス、一体どこにいるんだ。いたぞ。速攻魔法発動、バーサーカッソル。行くぞと言いたいとこだが、ニードルボール、クリムゾンブレード、地獄のバングマー。さらにオベリスクを場に出すことにより、確実にオベリスクの姉をドローすることができる。さあ、いつも1枚目ズオの、オベリスクも喋っているから、お姉ちゃんは絶対に来てくれるぞ。ぬいちわめズオの方。バニラ、オブリンの飛躍、バーバリアン2号、神秘の中華鍋、伝説の剣豪マサキ、雪うさぎ、王林の飛躍、2枚目ズロー、ハーサフォー、メタルカー魔法反射装甲のカード。強そうだ。やーとっていく。溶岩魔人ラバーゴーレム、こいつの攻撃名はゴーレンボルケーノ。さあ、高らかに宣言しな。が、なかなかね、幸先がいいね。これはラーが来る兆しかもね。無神秘の中華街。なかなかいい滑り出しだ。そろそろ来るから。だが、これにより、オーベリスクのソウルエナジーはマックス。エクスネーゼロー。ほう。おお、三の嵐。サウザンドナイス。はじめまして、ドクター。アリアと申します。あ、いえ、インディゴと申します。これまでは、東大の恋人を、見習いをしていました。これからは術師として、もちろん見習いとして、よろしくお願いします。エレクトリックスネーク、はー、よろしく頼む。新しいモンスターを手に入れ、欲しいか。キララです、よろしくお願いします。特に要件がないならもう行っていい。マリンセスグレートバブルリーフ、はー、行っていいぞ。新しいモンスターが2体。おい、デスウサギ、マジキャット、バーバリアン1号、おー、死の沈黙の天使ドバ、巨大ネズミ、新しいモンスターが2体も連続で出た。こいつはいいし。でだが、俺の狙いはあくまで神のカード。さあ来い、ズオロー。やつを呼べ、やつ。神のカード。うわぁ、来たやつ。ほぉ、あんなかぐらい。やつが、神のカードは引けたか。ゴーリンの逆。
はじめまして。ああ、エレクトリックスペック。アリアと申します。こんにちは。ああ、の翌日にスフィアモードが登場したということは、ゴッドフェニックスが登場するかね。満足の共演レベル5。おお、レスキューキャット。はあ。はあ。ギガテックウルフ。はあ。うわー、ブラックフェザー、ベキアのグラディウス、勇気の旗印。うーん、前の危機契約はお疲れ。さあ、やってるよー。お前リスクはー、俺は立ってないよー。ならば、任務を与えてくれ。このハンマーは、休ませておくには惜しい獲物だ。バカだーずにも格があるんでね。オーベリスク貴様程度ではゴッドフェニックスを引くことはできないみたいだね。さらに年には年号、ちょうど暇だし、オノマジンラバゴーレム、こいつの攻撃名はゴーレムボルケーノか。同じ炎属性なんでね、ゴッドフェニックスは。これで確実にドローできるね。ああ、いいぞ。ラーの特殊能力、プレイヤーのライフを糧にラーの攻撃力をアップする。俺が神だ。ラーよ、天お前、炎をまといし不死鳥となりて。ああ、いいぞ。がーちょっとね、まあ最初はスタンバイフェーズってとこかね。さあ見せてやるよ、神の力をどうろう。アーカナイトマジシャン、アースバウンドスピリット、フリッグのリンゴ、勇気の旗印、永続魔法、スライム増殖炉発動、スライムトークンを特殊召喚するぜ。あー、マリンセス、グレートバブルリーフ、新モンスターが出るのはいいね。ルイーズ、はじめまして、ドクター。あー、ハッピーパーヒューマンのカード。君が訓練場のボス？あー、エレメンタルヒーローバブルマン。ガッハ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 ッ。ウィード。あーの、翼神竜、セフィアモードが2体、満足の共演レベル5。さあ、そろそろね、ゴッドフェニックスが欲しいね。ルイーズ。あんたがドクター？ブラッドストームのカード。あー、マリンセス、グレートバブルリーフ。3枚目くらいかね。いい感じにとつれているぜ。命の綱。ロープって呼んで。さあ、そろそろ決めてやるよ。ドロー、ドロー。未熟なみってヨガマジンラーマーゴーレム、こいつの攻撃名はゴーレムモルケーノ。さあ、高らかに宣言しな。さあ、そろそろ運が向いてきたね。カードカーディー。あー、グレートバブルリーフ、貫突狙えそうだね。初めまして、エレクトリックスネーク、ありがとう。疫病神、ロドスのドクター。処刑人バキュラのカード。初めまして。さあ、よりね、ラーが近づいてくるのがわかるね。初めまして、エレクトリックスネーク、ありがとう。アマトネスアーチャー。さあ、そろそろやつを、神を見せてやるよ。ああ、いいぞ。ドロヒーター、まあ、いいぞ。ああ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 
前来たぜ、神の代わり、神を見せて。こんにちは、君がドクターだよね。私はカーネリアン、ポーエンローエ伯爵の護衛を。ああ、ロドスではただの一般オペレーターだからね。うちの妹に余計なことを言わないように頼むよ。いいね。ローの役人でゴッドフェニックスか。ロー予天お前、炎をまといし不死鳥となりてか。これが神の力なんでね、オーベリスクのアーメ。やったね、ようやく出会えたぜ。さらにもう一枚。アーカナイトマジシャン術師の父あるんでね、とつっちゃおうかね。じゃあアーススピリット地質学者コードネームガハハハハウユにしよう。司教ウユのウユだ。綺麗なドクターかい。つまり私の新しいご主人。ああやべ、名前名前忘れたね。なんだっけね、まあウユって名前ないから、名前なしということで。エレメンタルヒーロースチームヒーラーマーツボックル。今日からロドスで働かせて。ああいいよ。ガーミが2枚。これコピーカードじゃないんでね。これがグールズの力だ、神の力だ。ああロドスではただの一般オペレーター。ほつれたぜか。ああいいぞ。余計なことを言わないように頼むよ。いいね。ああ分かったぜ。ああやはりね、ラーを引くならやはりラーでないとね。やはり格の違いを見せつけられたんじゃないかね。あんなに夜通し仕事していたのにまだ終わらないの。はあ、終わらないぜ。仕方ないね。残りはどれくらい。私が処理するから君は先に休んでおいで。これからは時間配分に気をつけるんだよ。はあ、助かるね。先に休むぜ。うちのおちびちゃん、ロドスのコードネームだとビーズワックスかな。オベリスクの巨神兵。今朝も廊下で転んでたけど、あれで本当に大丈夫なのかな。お姉ちゃんは心配だよ。へえ、さすがに妹思いのお姉ちゃんだね。優しいぜ。リターニア人のアーツへの造形の深さは私の想像を超えていた。彼らの建築、音楽、教育、こういったものも学ぶに値する。いずれ私はこれらの文化と知識を故郷へ持ち帰る予定なんだ。ああついでに他の何かを持って帰る可能性も否定できないけどね。はあ、蓄音機とか持って帰っちゃおうかな。はあ、うちにも欲しいぜ。今回渡された文を確認したんだけど、薬剤の数量に間違いはなかった。確かに受け取ったよ。ケルシーに伝えておいてくれるかな。お題として、例の厄介な任務は私が片付けておくって。へえ、頼もしいね。一つの環境に長く身を置いて、いろんな人と関わっていると、手足は簡単に絡め取られて決まりきった型にはめられてしまう。ドクター、君はそう思わない。まあ私が自ら許してでもいない限り、あんなものじゃ私を縛れないけどね。はあ、俺たちは何者にも縛られないぜ。オーエンローエ伯爵、あるいはヒアシンス伯爵と呼ぶ人もいるけど、私が見る限り、あの人は少しばかり面倒な性格をしているね。はあ、変なやつか。ちょっとしたわけがあって、私は今このリターニア貴族の護衛をしているんだよ。そのわけを詳しく知りたい。ひとまずは秘密かな。はあ、そんな変なやつのとこはさっさとやめてね。ロードスで正社員として働かないか。
はあ、待遇をね、好待遇を用意するぜ。ロドスは私と伯爵が必要なものを提供してくれる。その引き換えとして、私はロドスのためにリターニアで起きる面倒事を解決する。こういうのをウィンウィンと言うんだろうね。さあ握手しようじゃないか。はあ、引き続きいい関係を築いていこうね、ドクター。はあ、つまり友情のカード。はあ、これからもよろしく頼むぜ。いい関係を築いていこう。今日も仕事なの？座りっぱなしじゃダメだよ、ドクター。へえ、たまには運動もしないとね。はあ、リングフィットでもやるか。はあ、たまにはね、リングフィットでもやるか。さあ行くぜ、ラーの翼神竜ゴッドフェニックス、しっかー。私はね、大事な人や抱えるものがどんどん増えていってるから、もう長いこと何も気にせずに好きに動いたことがないんだ。はあ、君がいいって言うならそうだね。一緒に思いっきり暴れようか。はあ、暴れるぜ、パーサーカーソル。はあはあ、ラーの翼神竜ゴッドフェニックス、そしてオベリスクの巨神兵、姉妹の結束の力を見せてもらうぜ。では、さあ行くぜ、デュエル。俺の先行、このモンスターを場に出すオベリスク。そうですね、任せて。そしてオベリスク召喚。ザコモンスター粉砕。そして心変わりのカードを発動。いい天気だね。非常に相性がいいぜ、心変わりとね、オベリスク姉妹は。ほいザホールド。ほいといって、ちょっと生き残ってるけどね。だがオベリスク召喚。そしてザコモンスターを粉砕していく。汽車マネン、神を見せてやるよ。ラーの翼神竜ゴッドフェニックス、本当に俺が神だ。そして虫野郎を粉砕しつつ、ザーワールド。そしてオリスク。そしてゴッドブレイズのキャノン。ほい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 、粉砕玉砕大喝采。はあ、さあ、あとはカトンボがちょろちょろしとるぐらいかな。ウェリスクの巨人兵、ゴッドブレイズキャノン。かわいそうだね。はあ、粉砕。いくぞ、オベリスクの巨神兵、オットレイズキャノン。そう早く切り裂かれないようにね。俺の勝ちだ。はあ、結構ここ久しぶりだね。フリック、ドクター、ここって、みんな安心して戦って。私がついてるから。フリック、ターゲット、ロック。そして岩窟魔人オーガロックを攻撃表示。そしてフリックでライフを回復。こっち来て。さあ行くぜ、ラーの翼神竜ゴッドフェニックス。この血は筋肉を踊る感覚。踊るね。そしてあいつ、そして万能地雷グレイモヤを置きつつ、ビッグシールドガーダナーを召喚。みんなこっち来て。そしつつ、ロイキツネビを召喚しつつ、地雷をおかわりだ。さてと、消し飛ばしてやるぜ。ガー、神の力を見せてやるぜ。
マクサツとシッツ、あいつ、おお、さあラーム神竜ゴッドレイズキャノン、そう早く切り裂かないようにね、ほう、ほう、すべてを破壊してやるぜ、おいと言って、おお、ほほ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 ほ大地こそ我が友さてと、そろそろ奴が目覚めるが、大地こそ我が友、だがこちらもね、準備は整っているぜ、フリーオプシスを置きつつライフライフ、本気で行くよ、おー、あいつ節制してるとは、ラーム神竜ゴッドフェニックス、血は気に食おう、いや悪いね、僕は別に進化じゃないよ、おー、そして万能じゃグレマ、うん、オベリスクには効かんぞ、問題ないよ、そしてマリアを置いて、勝利のピースは全て揃ったぜ、立ち上がる、ほい、おい、戦に光あれ、ほほ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 ほ、やつが来ているが、ほうほう、ここで、はぁー、だがオベリスクは無敵の盾とか、奴らを、ふーんと言って、うん、そして、あいつ、おーい、アーノク神竜ゴッドブレイズキャノン、奴らの血を吸って、はぁー、ほい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 、粉砕玉砕、大喝采、私が行こう、ほっ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 、うん、あとはザコだけだからな、進め、準備か、断下しなさい、ご主人、進めの椅子は起立、ほい、ほい、大地こそ、おい、オベリスクの巨人、へー、ほー、おい、そう早く切り裂かれないようにね、俺の勝ちだ、よし、任務完了、予定時間通り、はあ、怪我はしてないドクター、はぁ、あ、大丈夫だぜ、ラーム翼神竜ゴッドフェニックス、さすが神のカード、頼もしいぜ、はぁ、あ、今回新たに加わったモンスターたち、頼もしいぜ、はぁ、あ、エレクトリックスネーク、一緒にいてくれるんですか、はぁ、あ、いるぜ、あの二人だと夜も静かではいられませんね、はぁ、あ、ふぅーん、グレートバブルリーフ、ドクターか、あ、なに、アクションゲーでも代わりにやってほしいの、へぇーと、ダクソを頼むぜ、はぁ、あ、ふぅー、アニーが探検中なの、あんたも一緒に来る、はぁ、あ、このモンスターは一体、はぁ、あ、ドロー、はぁ、あ、寝てるぜ、ああ、ま、待って。あ、気をつけてく。自分で歩けるから。そして、はあ、ラーの翼神竜ゴッドフェニックスとオベリスク、はあ、ドロー。どうしたの？疲れた？少し休んだらいいよ。はあ。君はもう十分頑張ってるからね。ふう、頑張ってるんでね。ドロー。気をつけて。はぁ、あ、角が刺さるよ、なに、ドロ、わぁ、また裾を踏んじゃった、はぁ、あ、危ないからね、気をつけようね、はぁ、あ、そんなわけでオーベリスクとラーの翼神竜ゴッドフェニックス、これからも俺のデッキのエースモンスターとして、はぁ、あ、共に戦ってほしいぜ、そんなわけで俺はこれでターンエンド。